3年度白岡市総合防災訓練にご参加をいただきまして誠にありがとうございます。本日の参加団体は大山小学区内の自主防災組織と行政区で総勢150人でございます。それではただいまから令和元年度白岡市総合防災訓練の開会式を執り行います。まず大会の授与災害対策本部副本部長であります野口副市長から申し上げます。改めましておはようございます。大勢ご参加いただきまして誠にありがとうございます。これより令和元年度白岡市総合防災訓練を開始いたします。それでは訓練開始にあたり災害対策本部本部長であります小島市長からご挨拶を申し上げます。皆様、おはようございます。白岡市災害対策本部長の白岡市長、小島副市でございます。本日は同庁から白岡市総合防災訓練にご参加いただき誠にありがとうございます。また日頃から市の防災行政に特段のご支援とご協力を賜り重ねて御礼を申し上げていただいてございます。さて、今年も日本各地で災害が頻発しております。9月19日に発生した台風17号は突風などの影響により九州地方を中心に多くの被害をもたらしました。また9月5日に発生した台風15号は記録的な暴風により千葉県を中心とした広い範囲で甚大な被害を本市では災害時総合緊急協定を締結している千葉県君津市から支援要請を受けブルーシート500枚非常用水持ち出し袋6700台非常用食料3500食などを提供いたしました。また人的支援といたしまして9月10日から20日までの11日間で延べ57名の職員を派遣し共に給水活動に従事いたしました。本市では大きな被害は発生しておりませんが改めて自然災害の猛威を認識したところでございます。この総合防災訓練では皆様一人一人の災害対応力を高めていただくため参加や体験を重視した実践的な訓練を実施する予定でございます。本日は大山小学校の学区内の皆様にご参加をいただいておりますが様々な訓練を用意しておりますのでぜひ積極的に参加体験していただきたいと存じます。災害対策では市役所や消防、警察、自衛隊などによるいわゆる公助がございますが過去の災害の教訓では自分の身は自分で守るという事情自分たちの地域は自分たちの地域で守るという教助は大変大きな力になるものでございます。今回の教訓を通じて普段から災害に対する備えが心構えをしていただき事情・表情について考えるきっかけにしていただければと存じます。
まあ、本日の総合防災訓練の管理にあたり、市内27の自主防災組織から役員の皆様、消防団の皆様、そして防災関係機関の皆様と多数の皆様に応援に駆けつけていただいており、といたしましても深く感謝申し上げる次第でございます。次は本年度も引き続き第5次品岡市統合振興計画基本計画で位置づけた3つの重点プロジェクトを最優先で取り組んでまいります。さらに重要施策といたしまして、品岡駅西口線および品岡宮代線などの都市計画等の整備の着実な進捗や教育の充実、防災、減災施策などを進めるほか、品岡中学校周辺区域の有効な土地利用の推進を図ってまいります。さて、東洋経済振興社から発行している都市データパック2019年版によりますと、宇都宮市の県が発表され、品岡市では埼玉県では富士見の市、埼玉市、東松山市、本庄市に次いで5位になりました。このランキングは様々な分野の公的な統計を使って、安心と利便と快適と富裕度の4つのカテゴリーから総合的に評価し、都市力を明らかにしたものでございます。市政施行以来、品岡市は埼玉県内で上位に位置し続けており、これまでの品岡市の予測とともに続いて終えております町づくりが一定の評価を得たものであると思うということでございます。もう一つ付け加えさせていただきますと、先週
前山行政府自主防災防犯会の皆様方、そして新井新田下崎行政府の皆様方をはじめ、埼玉道府協同組合、白岡市消防団、並びに大勢の関係皆様のご尽力によりまして、開催されましたことを大変心強くこのご報告に対しまして深く敬意を表する次第でございます。さて、皆様もご承知の通り、今年も各地で災害が発生しております。地震をはじめ台風豪雨による土砂崩れや河川の氾濫など多岐にわたっております。特に9月に発生しました台風15号では千葉県などを中心に甚大な被害をもたらし、改めて自然災害の恐ろしさを痛感いたしたところでございます。この台風15号では家屋の損壊に加え停電、断水などで被害が大きくなりました。近年災害は大規模化し、被害は甚大となる傾向がありますことから、日頃の備え訓練が重要になっていると感じます。地震や台風などは自然がもたらすもので、災害そのものを防ぐことはありません。しかしその被害を最小限に抑えていかなければなりません。災害の備えはまず災害が発生するということを想像することから始まります。災害から自分の身を守り、暮らしを守るために自助、共助、公助の3つが必要であると言われております。怪我をされた方やお年寄り、体が不自由な方を手助けしたり、皆さんで協力して救出活動をしたり、皆さんで協力し合えば大きな力となります。本日の防災訓練は地域の皆様方が積極的に参加されておりますことから、そのようなことを身につける絶好の機会となるのではないかと思います。本日の防災訓練を通して、私たち一人一人が災害を我が身として考え、これまで以上に防災意識の高揚が図られますようご記念を申し上げまして、ご挨拶をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。続きまして、本日ご臨席いただいております代理の皆様をご紹介いたします。皆様からご挨拶を頂戴したいところではございますが、お名前のみのご紹介のみとなりますので、ご了承いただければと思います。白岡市議会副議長の石沼歩美様でございます。はい、どうぞよろしくお願いいたします。次に、白岡市自主防災組織連絡協議会会長の佐々木勲様でございます。はい、よろしくお願いします。次に、陸上自衛隊第32普通科連隊重迫撃砲中隊長の森正樹様でございます。はい、よろしくお願いします。次に、副警察署長の市川光弘様でございます。よろしくお願いいたします。次に、埼玉総務消防組合白岡消防署長の山崎博様でございます。よろしくお願いします。次に、埼玉道府消防組合白岡消防署副署長の金子義之様でございます。はい、よろしくお願いします。次に、白岡市消防団長の高橋藤夫様でございます。はい、よろしくお願いします。次に、本日訓練会場を ご提供いただきました大山小学校長の青木春野様でございます。はい、よろしくお願いします。篠津小学校長の大島薫様でございます。はい、よろしくお願いいたします。次に、東日本旅客鉄道株式会社蓮田駅長の河野正樹様でございます。はい、よろしくお願いします。次に、日本郵便株式会社大山郵便局長の新井道夫様でございます。はい、よろしくお願いします。
いてお笑い人の白岡市議会議員の皆様をご紹介いたします。江原博之さんでございます。おはようございます。細井忠様でございます。遠藤誠様でございます。藤井健一郎様でございます。おはようございます。大島つとむ様でございます。はい、おはようございます。関口正夫様でございます。皆さんご苦労様です。松本栄一様でございます。はい、よろしくお願いします。加藤和夫様でございます。はい、おはようございます。渡辺総一郎様でございます。斉藤慎二様でございます。山崎清彦様でございます。おはようございます。中山弘子様でございます。はい、よろしくお願いします。中村隆様でございます。よろしくお願いします。以上、ご来人のご紹介とさせていただきます。次に本日訓練にご参加いただいている団体のご紹介をいたします。大山小学校区内の自主防災組織である千葉山行政府自主防災防波会の皆様そして行政府からは新井新電区と下大崎区の皆様にご参加をいただいております。その他にも運営協力役員として市内の各自主防災組織からご参加をいただいております。また訓練協力機関として埼玉東部消防組合白岡消防署、埼玉東部消防組合白岡消防署下部分署、白岡市消防団、陸上自衛隊第32通過連隊、白岡市社会福祉協議会、NPO キャンパーいつも防災インストラクターの皆様にご協力をいただいております。ありがとうございます。以上、参加大会のご紹介とさせていただきます。これをもちまして大会式を終了いたします。それでは訓練に入りますが、開始時間は9時55分からとなっております。訓練参加者の皆様はプラカードを持った係員の案内に従い、1つ目の訓練場所まで移動をお願いします。